2が決まったということで、今日はね、僕とタックンでちょっとね、次仕事あるんでちょっとだけね、サクッとやろう。そうっすね、うん、サクッとサクッとこう楽しみになってもらえるような感じで、ね、あ、この時間からインスタライブはなかなかね、え、確かにそうっすね。結構、あ、でも3000人ぐらい見てんのか。うん、もう3000人。いいですね。さあ、エターナル2、どうですか？どうですか？どうですか？いや、もうね、僕、本当に演技の、なんだろう、そういうお仕事っていうか、うん、が本当初めてなんで、今もう稽古、事前稽古なんですけど、始まってて、うん、で、セリフとか読んでるんですけど、やっぱ超難しいなっていうのが、うん、第一印象っていうか、そう、やっぱりすごいなってなりましたね。ああいう俳優ね、いつきさんもそうですけど、やられるのって、って思いました。そっか、本読みも、一回あったんだね。そう。これ いけなかったけど。そう、一回もあって、うん、で、そこでやったんですけど、やっぱもう、まだ、台本が全部入ってるわけじゃないから、うん、探り探りで。そうね。結構難しかったです。むずいよね。プラス、盾もあるからね。そう。で、それの稽古もやったんです。あ、その時言いましたね。この間。うん。もう、こんな世界あんのかってぐらい。やっぱり、普段踊ってるからなんか意外といけんじゃねえかとか思ってたけど、うん、全然超難しくて全然覚えれないね、縦全然覚えれない本当にね、多分流れでやったらマジで10秒ないかぐらいの縦なんだけど、うん、めちゃくちゃむずいんだよね。やばいっすよね。なんか何なんだろうな、こうやっぱ先生のやる動きと自分のやる動きが違いすぎて意味わかんないよ。なんでそんな硬くなるの、ね、みたいな。やっぱこれが経験の差かっていう。まあまあまあ。なんかでも久々になんかこういう、なんだろうな、新しい感じでこう、うん、学ぶっていうのがすごい楽しくて、はい、結構なんか毎日ワクワクして過ごしてる感じはある。いいね。前回もね、俺見に行ったんですけど、でそこですごい結構食らって、うん、まあ、ほとんど結構、ランページメンバーが主体となってやる舞台だけど、うん、なんかこんなことできんだって思って、結構自分なりに結構衝撃を受けたんで、まあ、この話があった時はもう率先してっていうか、いいね。手上げさせてもらいました。いいね。楽しみだな。たっくんは。楽しみですよね。なんだっけ、マティアスだっけ、あれ、いや。違うか。オズバルトです。まだ認識されてなかったディフェンディーマー。オズバルトか。オズバルト、ね、オズバルトです。まあ、意外、タックマー、なんか意外な役だったな。そうっすかね。あ、まあ、意外っていうか。まあまあまあ。いや、でも、結構、まだ本当に出てなさすぎて、全然出せないけど、ね。何も言えないもんね。何も言えない。どういう役柄なのかとかさ、名前しか言えないですけど、うん、まあ結構ね、セリフはあると思うんで、セリフ多いね、意外と多いんで、結構頑張らなきゃなって、さっきもちょっと練習してたんですよ、家で。おー、偉い。いやー、結構来てますか、コメント。まあ、ビジュアルも。見に来てた。あ、前回見に行きましたよ。見に来てた。見に行って、で、あれ、いつ見に行ったんだっけな、結構、最後の方、千秋楽に近い方だったかな。だっけ、うん、で、なんか、その、本番直前、楽屋行って、みんなこう、気持ち上げてるところ、こう、横目に見ながら、見に行きました。きつかったな前回ね、うん、前回3公演だけか。あ、そうなんですか。そう、3公演だけ。全部で3公演。そう。
一回中止になって、あ、そうか、で再演するってなって公演数が減ったんだけど、それで3公演しかなかった、はい、そっかそっか。でももうきつかったてか、ね、ですよね、舞台やってライブだからさ。いや、そうですね、2部構成だからね。初めての感覚、本当に。いや、本当っすね、意味が分かんないぐらいきつかったその時の写真見たら俺めっちゃ痩せてるもん、顔が。やっぱそうっすか、げっそりしてる。やっぱみんな言いますもんね、やっぱ前回きつかったって聞くから、うん、もうちょっとなんて言うんだろう、結構怖いっていうか今。そうそうそう、舞台もまあ舞台できついけど、やっぱライブはねきつかったよ、6人だけで見せる。そっか、また別物ですもんね。そう、いつもランペで踊ってるのと全く感覚が違くて、めちゃくちゃこうエネルギー吸われるし、6人で見せないといけないっていうのが、うん、結構大変だったから、まあ、そこも結構エターナルの、うん、そうね、いいところではあるけどきついってことですね、うん、今回人数が増えてまあ助かった、分散若干分散できるいやー、やばいよ。もう今回は7月30から31、1、2、3、4までだから6日間ぐらいあるんでしたっけ。でなんか2公演の日もあるからって考えると結構ゾッとしてるっす今。2公演はえぐいよやばそう普通に。まあでも何公演だっけ、全部で。全部で何公演なんだろう、 10公演ぐらい、ちょっと正確な数字が分かんないんですけど、でも前回より多いから、うん、やっぱやればやるだけどんどん楽しくなっていくからいい。ああ、まあね、確かに慣れていって、前回は3公演だけだったから結構まあ、なるほど、本当に1公演ずつレベルアップするんだけど、うんうん、もっと長かったらそう、もっといいやつ、いいものができたかなっていう、はい。え、前回、ね、結構単純な疑問なんですけど、うん、え、声とか結構枯れなかったですか。声はね、枯れた、枯れかけた。枯れるか、やっぱ。うん、なんかやっぱ結構大声で言うじゃないですか、うん、だから普通になんか持つかなみたいな最後まで。役にもよるけど、俺リーフェンはもうリックさんとずっと戦って、そうっすよね、もう叫んで戦ってやってたから。いや本当に喉は痛かったね、まあ、3公演だったから持ったかな。うん、またあれが来てるかな、ね、グテーガーが、グテーガー、グテーガーが来てるかもしれない楽しみです。来てるかなもしかしたらないかもわかんない。まあわかんない、まだ言えないけど ね、 ね、リーフェンの多分行方が皆さん気になって仕方ないと思うんですけど。いや、そうですよね。一応そこも、まあ、つながってる、つながってるか。つながってるね。うん。前作の好きだからね。前作見た人も楽しめるし、前作見てない人でも結構見れる内容になってますもんね。うん。だから、全然皆さん、まだチケットね、取れると思うんで。お願いします。ぜひ来てください。ビジュアルも解禁されて、はい僕一応武器映ってたから武器の話はしていいかな。いいでしょ。僕斧なんですよ斧めっちゃぽいって言われました、ね、この前、うん、結構でも斧って難しいらしくて、うん、この前ちょっとやってみたんですけど、もう筋肉痛で。へえ。五木さんなんでしたっけ。リーフェン、これ普通の刀、剣だけど刀か、結構長い。あれ重いっすよね、結構ね。重い重い重いんだよ、めちゃくちゃ。いや本当に筋肉痛やばそう。あのね、多分新キャラの人たちは結構武器が特徴的だから。そうっすね、みんな重そうだもんね。そう、結構重くて、うん、なんかてっきり俺前見てた時はなんか動きやすいようにちょっとあれ軽くなってんじゃねえかなとか思ってたけど、うんうん、全然全然容赦なく重がって。全然重いからね、もう腕パンパンだよ。すごいなと思って。いや楽しみっすね。楽しみだ。
なんかコメント読むか。龍くん10だった。龍、そうですね、10。ガッファー10でしょ。龍と剣だった。一番龍とね、強いやつじゃん。ね。なんか、あのビジュアルも真ん中で結構強そうで。ね、なんか、悪そうな顔して。どういう役割になってくるかという、それが。大体わかるよな、あのポスター。ちょいネタバレ。リーマー兄弟仲良くしてますように。リーマー兄弟ね、どうだろうね、仲良くなるかな、仲良くなる世界戦を、ね、あるかもしれない。前回やられてるからね、レンブラントにやられてるっていうか、戦ってリーフェンが負けてるのかな、うん、そこも経てのそれの後の世界ですね。前回俺実はレンブラントしか戦ってないんですよ。レンブラントとそうなんですか。そうだから舞台上 でめっちゃ戦ってるイメージはあったけど、やっぱ濃かったってことか、そのワンシーンが、うん、そう、あのね、意外とね、みんなに比べて出てないの。あ、そっか。3シーンぐらいしか出てないの。だって結構、ちょっとあれでしたもんね。数、そう、僕だけ、少なくはないけど、そう、前半の方、あんまりいかなかった。そっか、それがあるのか。うん。後半に出てくる人は前半の稽古にいなくなるっていう可能性が。なるほど。前回、舞台上でね、リックさんと、翔吾さんとしか出会ってないもん。あ、マジっすか。そうだよ、他に絡んでないもん。あ、そうなんだ。そう、意外。今回はね、絡みたいなって。そうですね、今回俺出会ってたっけな、ちょっと後で見てみよう。うん、いや、出会ってる、うん、まだね、そこもちょっとまだ言えないんですけど、ね、うん、そうね、うん、本当にね、なんか話すことが限られすぎてないっすよね、もうない話すことね。もうこれ以上話したらネタバレしちゃう、これはね。そうっすよね。何もないけど、まあ、ライブがどうなるかだね。そうですね。前はなんかどういう感じで作ってったんですか。もうね、前は、前もほとんど自分たちで作って、自分たちで曲決めて、で前はソロ曲は1曲ずつだったから、あ、はいはいはい、踊りたい曲言って、自分で作ってみたいな。なるほど。曲から決めてってみたいな感じ。そう。今回は。なんか超新鮮だったっすもん、なんか、ライトニングがなんか、みんなで踊ってましたよね。踊った。ボーカル一人で、うん。パフォーマー5人？ん？そう。5人か。すっご、すげえみたいな。何、同じメンバーなのに、出てない自分にもあれだし、すごい不思議な感じになりました。不思議だよね。うん、なんか、てか、6人だったけど、改めてランペって人数多いなと思った。6人がさ、6人とか7人が普通ぐらいの人数じゃん。まあそうですね。倍以上。あれでいつもみんなやってるんだって考えたら、すごいなと思った。確かに。大変そうだなって。まあ良くも悪くもっすよね、うん。コメントが止まった俺のやつ。ケンタさんがいる。あ、サバイバルやってんじゃないですか。サバイバルですね。今日ね。サバイバル見に行きました。行ってない。僕ももどっかのタイミングで行こうかなと、ね。楽しみ。いいな、なんか地方とか見に行こうかな。あ、逆にね。それ絶対観光しに行ってるじゃないですか。ほぼ。観光ついでね。
いいな、なんか。でもそういうのありっすよね、意外とね。全然いいよね。それちょっとしようか。え、マジでコメント止まってる。これから仕事って言っても、これから稽古なんだよね。そう、これからその例の稽古なんだよね。これから稽古です。本稽古始まったらやばそうだな。うん。いつから始まるんだろう。まだ事前稽古なんですよ。だから本当に基礎、なんか言ってます？今日来て。今日来て。あ、今日じゃあ稽古放棄して。稽古休んでいこうか。あ、大阪か今日。最高じゃないですか。いいね、盛り上がりそう。ねえ。今から行ったら間に合うかな。間に合わんな、これは。いいか。なんか、今事前稽古してるじゃないですか。うん、僕ら事前、新しいメンバーは事前稽古始まる前にもう一個事前稽古やったんですよ。ああ、あったね。そうで、そこでそのエターナル1の台本の最初の何ページかやって、うん、俺何役やったっけな、クロエだ。クロエ役やったんですけど、クロエ結構ずっと怒ってるじゃないですか、うん、なんかこう切れ口調っていうか、うん、で、俺あんま切れる人じゃないから、なかなかその切れるのが結構難しくて、うん、その先生に、なんか切れてるんだけど、なんかやっぱいい人が出ちゃってるみたいな、めっちゃ言われて、うん、そこがめっちゃ難しかった。ちょっとやってみてよ。今？今はちょっと、控えときます。そうなんで。あ、もう20分経った。まあまあまあ、ぼちぼち、ね、役柄も話せたし。まあ、とにかく楽しみにしていてください。そうっすね。まだチケットも、先行は昨日までだったのかな？ちょっと確かな情報があれですけど、あの、サイトとか見ていただければ。うん、あのチケットの情報とか載ってるんで、ぜひそちらをチェックして来ていただければと思います。じゃあ稽古頑張ります。これから稽古頑張りましょう。ちょっと後ほど、たっくん、後ほどですね。じゃあサクッとでしたけど、明日もあるんでしたっけ、これ一応明日ね、あるね。誰だっけ、あと出てないの、誰だっけ、誰だ。多分ね、結構一通り出てるんですよ、もう、うん、一応毎日これやってるんですけど、これ言っていいのかな。あ、多分ジンさんがまだやってないかも。ジンさんとあと誰だろう。まあでもちょっと後ほど多分また情報が出ると思うんで、お楽しみに。では皆さんありがとうございました。ありがとうございました。楽しみにしていてください。そうですね。バイバーイ。後ほどでーす。